はい、出し物がチャンネルです。今日紹介するのはこちら、プレ版限定仮面ライダージオデラックスアナザーウォッチセットボリューム2。はい、以前ねこちらデラックスアナザーライドウォッチセットをレビューしたと思うんですけれども、それのね第2弾でございます。前回はファイズ、エグゼイド、ビルド、フォーゼ、ウィザードだったんですけれども、今回はですねクーガ、ダブル、ガイム、オーズ、デンオー、ゴーストということでね、平時ねフォーエバーでね登場したアナザーライダーも含めて、今回もね6体のアナザーライダーのウォッチになります。今日はねこちらを開けていきましょう。さあ外箱は、このような感じになっております。こんな感じですね。はい、でこんな感じでアナザークーガ、アナザーダブル、アナザーガイム、アナザーオーズ、アナザーデンオー、アナザーゴーストという感じになっております。ここのねパッケージがかっこいい、怖いはい、こんな感じ。ちなみに今ね外めちゃくちゃ雨降ってるんだよね。茨城県やばい今。皆さんのところは雨大丈夫ですか？さあ、それでは開封。おー、はい、前回も、そうだったんですけれども、この一つのね、よいしょ、この一つのウォッチに対して、6枚のカバーが入っているというものになっております。で、ここのね長押しでアナザーライダーをチェンジする、そういうね仕組みになっております。じゃあ一つずつ見ていきましょう。よいしょ、まずはよいしょ、はい、こちらがオーズですね。このような感じになっております。今回もこれカバーがね取り外し可能なので、カバーを取り替えてアナザーライダーをチェンジしていきます。で、回るけど回転ギミックはあるけど特に意味もない。はい、でボタンがあって、はい、でここの認証もあるのでベルトにも装填できますね。さらにこちらにはね替えのフレームパーツが入っております。ガイムでしょ、ゴースト、デンオー、ダブル、クーガー。じゃあ早速絶縁シートを抜いて、まずは単体で遊んでみましょう。でいきますよ。まずは変身音、はい、これでアナザーオーズになりました。で次アナザーウォッチの破壊音で、長押しでキャラクターが変わります。誰になるのかな。ガイム、キャラクター選択音ですね。よいしょ、ガイムに変えましょう。ガイムに取り替えて、はい、ガイムに取り替えるとこんな感じですね。はい、じゃあガイムバージョンいきましょう。変身音、アナザーウォッチ破壊音。じゃあ次ゴースト、はい、ゴーストですね。はい、ゴーストにするとこのような感じですね。はい、じゃあ変身音、続いてアナザーウォッチ破壊音。はい、次は誰でしょう。はい、デンオー、はい、デンオーにするとこのような感じですね。
はい、じゃあ変身音。はい、じゃあ次。はい、変身音。アナザーウォッチ破壊音。はい、次は。クーガにするとこのような感じですね。じゃ変身音。アナザーウォッチ破壊音。このアナザーウォッチ破壊音はみんな同じだね。はい、でこれで一周ですね。でこれでまた長押しするとオーズに戻ります。よいしょ。これが単体音声すべてですね。さあ、それじゃあね、時空ドライバー等を連動させていきましょう。必殺技。はい、必殺技も打てますね。では。続いてガイム。Time to play!
ディケイドライドウォッチにも装填。ライドウォッチファイナルフォームタイム、ライドウォッチ、ライドウォッチファイナルアタックタイム、レイ。特に個別の音声はなしですね。はい、じゃあアナザーウォッチ同士で変身するとどうなるのかやってみましょう。時間ギレードにも装填。フィニッシュタイム、アナザースレスレシューティング。銃モードだとこんな感じ、剣モードだとアナザーギリギリスラッシュ。はい、このような感じです。電源を切ってトリガーを引くとこんな感じ。はい、そんなわけで今日はこちらのプレ版限定仮面ライダージオデラックスアナザーウォッチセットボリューム2の紹介でした。皆さんはこのアナザーウォッチセットボリューム2どう思いましたか？ぜひコメント欄の方で感想を聞かせてください。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。おすすめの動画もよろしくお願いします。そんなわけで今日はこの辺でバイバイ。